シャルパフォーマンスチームディアーナのシュアとあやかです。よろしくお願いします。そしてビビビスパーモン、ビビキララ、スパーモンキララもよろしくね。よろしく。さあ早速本日ステージを始めていきますが、この時間に限り全エリアで撮影可能です。ぜひ記念な写真を収めてくださいね。はい、ということでガルフェス最終日です。はい、そうです、ガルフェス。ここで今一度このガールズフェスティバルのコンセプトをお伝えできればなと思います。はい、今回は大人ガールの笑顔が輝く3日間として、このユニフォームもデザインが決定しました。はい、大ぶりなドットでね。はい、これはなんと選手の方々がセレクトしていただいたということで。そうなんです、球団初の試みだったそうですよ。はい、皆さんも結構来ていらっしゃいますね。ありがとうございます。さあそしてですね、試合終了後には横浜プレイヤーズコレクションの開催も予定しております。皆さん試合終了後もね、イベントをぜひ楽しんでてください。はい、さあということでですね、本日盛りだくさんのイベントがありますが、まずはイベントサポーターでもある株式会社有明より飯島様にご登壇いただきます。飯島様よろしくお願いします。よろしくお願いします。あっさま逆ね、反対、皆様拍手でお迎えください。よろしくお願いします。さあというわけで、今年もなんと限定、こちらのスペシャルなアイテムですね、コラボグッズなので、ぜひ説明させていただければなと思います。よろしくお願いします。皆さんこんにちは、株式会社有明の飯島と申します。弊社、こちらの代表商品有明のハーバーが中に入った、2018年の、ベイスターズの注目選手の個包装が27選手分ランダムに入った商品、こちらが3個入り、こちら7個入りでご用意をしております。7個入りは、食べた後にメガホンにもなる商品ですので、ぜひ皆さん試合の観戦時にはこちらのメガホンを使って応援をいただけたらと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。メガホン型かわいいですね。皆さんはぜひ特設ブースもちょうどこちらの裏側にございますので、お立ち寄りください。はい、飯島様ありがとうございました。ありがとうございました。ちょうだいちょうだいやってるけどダメだ。あ、もらえる。はい、残念残念。ブース遊びに行こうか。はい、というわけで飯島さんありがとうございました。はい、さあそしてですね、まだまだメインの、はい、はい、スペシャルゲストが登場します。はい、早速ご紹介しましょう。サンリオピューロラジオでハロッティー。さあ、だから逆だね、逆だね、逆逆。ようこそ横浜スタジアムへ。皆さん拍手でお迎えください。ハローキティもなんと今回女性限定のスペシャルユニフォームで登場してくれました。本当だ、とっても似合ってる。すごい可愛い。お、待って、後ろにはハローキティの文字が書いてあるよ。86番ハローか。なるほど、ね、とっても可愛い、可愛いね。あ、てかキティちゃん何持ってるのそれ。本当だ。お、なんとこれは横浜 DeNA ベイスターズとのコラボグッズです。はい、中にもしかしてグッズ入ってるのかな、他にも。じゃあディアナのエミリーに見せてもらいたいと思います。じゃん、こちらフラットポーチです。とっても可愛いね。はい、そして次行きましょう。何が出るかな、何が出るかな。じゃん、ぬいぐるみです。ぬいぐるみ、ぬいぐるみも冬に着てるみたいだね。可愛いね。とっても可愛いね。そしてそして、お、大きいね。おお、バスタオル、すごい可愛い。そんなのだね。さあ、こんなスペシャルなグッズがたくさんご用意されています、はい、こちらはですね、特設ブースにて販売しておりますので、皆さんこの期間限定のアイテムをゲットして、はい、ガルフェス楽しんでいってくださいね。はい、よろしくお願いします。さあ、そして早速、はい、キティちゃんにも登場してもらったのですが、はい、キティちゃんは試合終了後の先ほど紹介したプレイヤーズコレクションにも登場してくれるということなので、はい、ぜひ皆さんお楽しみにしていてください。はい、さあそれでは早速メインを始めていきましょう。はい、勝利の女神は誰に微笑む、ハローキティとじゃんけん大会。はい、さあというわけでキティちゃんとじゃんけん大会ができるんですけれども、はい、参加者の方ですね、ルールをここで説明させていただきたいと思います。はい、お願いします。まず今回参加される方は女性のお客様、はい、そしてキッズのお友達に限ります。友達も OK です。男性の方ごめんなさい、次の機会にね、よろしくお願いします。お願いします。スタバもごめん、ちょっと OK、
さあ、そして、はい、参加される方は立った状態でお願いします。はい、その際は手を大きく上に上げて見えるようにしてくださいね。はい、そして立った方のみなので、はいはい、愛子の方、うん、負けた方はこの場で残念ながらおしまいということで、はい、立った方のみでお願いします。はい、負けたら座ってくださいね。さあ、そして、うん、勝者にはなんと先ほどのコラボグッズをプレゼントいたします。今回はなんと7名様にプレゼントします。7名様ですよ、ね、皆さん頑張ってくださいね。はい、そして、うん、グッズのみならずなんとキティちゃんとの記念撮影ができます。はい、しかもツーショットです。ぜひ皆さんこの件にゲットしてくださいね。はい、というわけで撮影はですね、ご自身のカメラでの撮影となるので、はい、皆さん今のうちにカメラの準備よろしくお願いします。はい、携帯電話でも大丈夫ですよ。では早速始めていきたいと思いますので、はい、ご参加される方は立ってください。はい、ご起立お願いします。お願いします。カメラの準備もお願いします。女性とキッズのお子様ですね、準備は OK かな。キティちゃん準備 OK？ じゃあ最初はグーで始めていきたいと思います。はい、皆さん大きく上に手を挙げてくださいね。いきますよ。最初はグー、じゃんけんぽい。キティちゃんはパーを出しています。チョキの方のみ立っていてください。グーの方、そしてパーの方は残念ながら、はい、お座りください。お、結構減りましたね。そうですね、じゃんじゃんいきましょう。はい、2回転目。最初はグー、じゃんけんぽい。キティちゃんはグーを出しています。カタキラだ。パーの方、そのままお出しください。はい、じゃあもう1点目いってみましょうか。最初はグー、じゃんけんぽい。キティちゃんはパーを出しています。初期の方が残れます。はい、かなり減りましたね。結構減ってきましたね。はい、では今初期を出されている方、はいはいはい、ステージの前の方にお願いします。はい、前方にお集まりください。カメラを持ってお集まりください。はい、前の方にお願いします。お願いします。大丈夫かな。立ててね。お子様の場合はどうでしょう。はい、あ、ぜひカメラもお持ちくださいね。はい、勝利した際はそのまま記念撮影となります。はい、さあ続々と集まってきましたが、はい、そろそろ締め切りかな。はい、大丈夫ですか。立った方お集まりください。はい、あ、じゃあ前の方、真ん中の方までお越しください。じゃあこのままキララちゃん、キララちゃん、キララちゃんじゃないね、キティちゃん失礼しました。キティちゃんとじゃんけんするので、みんなキティちゃんの方向いてもらっていいかな。はい、キティちゃんの方に向いて見えるかな、みんな大丈夫かな。はい、それじゃあ行きましょう。最初はグー、じゃんけんぽい。キティちゃんはチョキを出しています。ではでは、はい、グーの方、うん、何名いらっしゃる、手を大きく上げていただいてもいいでしょうか。上げてください。10人ですかね。そうしました。グーの方残っていただいて、はい、チョキのお友達とパーだったお友達かな、まあ、その場でお帰りいただく形になります。はい、ごめんね。ごめんなさい。はい、お席に戻ってください。じゃあグーのお友達もうちょっと真ん中にお願いします。真ん中にお集まりください。お願いします。見える位置にやらせて。それでは行きましょう。最初はグー、じゃんけんほい。あ、キティちゃんはグーを出しています。まだみんな待っててね。今負けちゃったお友達待っててね。ではパーのお友達、はい、手を大きく上げていただいていいですか。パーのお友達は4人、こちら側に、はい、おめでとうございます。ティアナの弥生会のところにお集まりください。はい、5人かな。はい、じゃあ4名のお友達、はい、おめでとう、お決まりということで、はい、5名ですね。5名、はい、ごめんなさい、5名でした。はい、その場で少々お待ちいただいて、はい、今負けちゃったお友達と復活戦、はい、行きましょう。2人行きましょう。いいよ。最初はグー、じゃんけんほい。パーを出しました。以上、パーを出しています。チョキのお友達おめでとう。おめでとう。じゃあこっちに来てください。ではあと4名、はい、あと1人かな。あと1人、はい、それでは行きますよ。はい、行きましょう。最初はグー、じゃんけんほい。キティちゃんはパーを出しています。おっと、チョキのお友達はいないかな。いない。あ、もう一回行きましょう。それじゃあ行くよ。最初はグー、
じゃんけんぽい。お、チョキを出しました。チョキを出しました。グーの方いらっしゃいました。おめでとうございます。こちらにお願いします。じゃあチョキのお友達残念でした。ありがとう。参加していただきありがとうございます。というわけで7名の女性の方お友達が決まりました。おめでとうございま す。ではまずはキティちゃんからコラボグッズを渡ししていただきたいと思います。はい、ではステージの上でお願いします。中の方ちょっと待っててね。順番にもらおうかな。では早速いきましょう。はい、お願いします。どうぞ。キティちゃんから受け取ってください。おめでとう。おめでとう。じゃあこっちに来てね。はい、おぬいぐるみを。はい、おめでとう。フラットポーチ。お、いいですね。ドクドクといきましょう。え、ちょっと待って、スターマン並ばないで。ダメだよ。立ってた？本当に立ってた？本当に？はい、おめでとう。ぬいぐるみ。おめでとうございます。お、バスタオルです。おめでとうございます。はい、おめでとうございます。最後の方はキティちゃんとのコラボグッズのぬいぐるみです。どうもありがとうございます。はい、おめでとうございます。それでは今度順番に記念撮影移りたいと思います。はい、こっち側どうぞ。ママがカメラ持ってるかな。カメラお持ちですか。大丈夫ですか。はい、いきますよ。3、2、1。大丈夫ですかね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう。じゃあこちらにお願いします。はい、カメラの準備大丈夫でしょうか。はい、真ん中から撮りますね。いきますよ。はい、ニコリ笑って。いきます。3、2、1。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。おめでとうございます。こっちから降りようかな。はい、ありがとう。さあ、続々と行きましょう。カメラの準備は OK ですかね。いきますよ。3、2、1。はい、ありがとうございます。OK、ありがとう。じゃあ、あっち側から降りようかな。反対側に行くね。気をつけてね。はい、それじゃあ行きましょう。3、2、1。はい、OK、ありがとうございます。ありがとう。おめでとう。はい、気をつけて降りてください。はい、行きますよ。はい、行きましょう。3、2、1。はい、ありがとうございます。OK、バッチリです。おめでとうございます。はい、行ってみましょう。はい、行きましょう。いや、いいですかね。3、2、1。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございました。はい、続いていきますね。はい、それじゃあ行きましょう。3、2、1。はい、ありがとうございました。 OK です。ありがとうございます。7名の皆様、本当におめでとうございます。ありがとうございます。ご参加してくださった皆さんもありがとうございました。ありがとうございます。さあ、ということでですね、最後はフォトセッションをしていきたいと思います。はい、行きましょう。マスコットのみんな準備お願いします。はい、じゃあ真ん中にどうぞ。キララも入ろうかな。スターマンもどうぞ。可愛いポーズでよろしくね。よろしくお願いします。では皆さんもカメラのご準備お願いします。じゃあまずはみんなから見て右側ですね、日本大通りの方向から行きましょう。はい、下の逆、逆。あ、逆です。はいはいはい。はい、では3秒間行きます。はい、3、2、1。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。続いて逆側、はい、左方向ですね。はい、反対側行くよ。みんな準備 OK？ 行くよ。可愛くね。せーの、3、2、1。はい、ありがとうございます。はい、ありがとう。最後は正面5秒いきたいと思います。はい、5秒いきます。カメラの準備お願いしますね。いきますよ。5、4、3、2、1。ありがとうございました。ありがとうございます。皆さん写真撮れましたかね。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。キティちゃんも本当にありがとう。どうもありがとう。キティちゃんはね、この後なんとグラウンドの中でも盛り上げてくれるということなので、皆さんぜひお楽しみにしていてくださいね。はい、
さあ、そしてこの後は私たちリアナとマスコットによりストレージが始まります。はい、準備まで今しばらくお待ちください。はい、というわけで以上、勝利の女神は誰に微笑む？ハローキティとじゃんけん大会でした。ありがとうございました。ありがとうございます。